川波良太は日本の映画監督、脚本家である。バンツマ、立花、ユニバーサル連合映画で監督として、デビュー、牧のプロダクションでも短期間に多くの現代劇を監督した。川波が学生時代に乗っていたインディアンチーフ百8 9 9年2月12日、福岡県に生まれる。両親とは早く死別した。叔父が国流会の内田良平。 実業家で映画プロデューサーの立花良介は親戚にあたる。東京のおじ、内田の元から学校に通い、旧制、会場中学校を経て、早稲田大学小学部に入学、身長5尺8寸、体重24巻の体育で、ラグビーやゴルフ等のスポーツをこなし、インディアンモーターサイクル車制の赤いバイクで、通学するといった、優雅な学生生活を過ごした。 関東大震災後の1924年3月、大学を卒業し、同年9月、東亜キネマ営業部に入社。さらに同年11月には、京都の同社当事院撮影所に移動となった。半年後の、翌1925年3月には同社を退社、立花良介の1リッター商店に入社した。同年6月、牧野が東亜キネマを退社して、 牧野プロダクションを設立したのと、同時期に、立花と坂東つ三郎が、坂東つ三郎プロダクションを設立、川波は同社に入社する。同年11月には同社を退社、神戸の第一、朝日館支配人となる。2ヶ月後の1926年1月に渡米、ハリウッドのパラマウント俳優学校に留学した。 同年11月に帰国するや第2本ユニバーサルに入社、俳優としてデビューし、近藤伊予吉監督、出演の美しき記述誌などに出演した。28歳を迎える1927年2月、J. マーチャンと制作、芝聖華オリジナル脚本による映画、小冊で監督としてデビューしたが、同年6月にユニバーサル社を退社。 翌1928年2月、牧野プロダクション五室撮影所に監督として入社した。紅れない手袋前、後編をはじめとして17本を監督した時点の1929年7月25日に、牧野正像が死去、没後50日を経た同年9月に、牧野の,の長男、牧野正宏を中心とする新体制が発表され、河波は監督部に名を連ねた。以降、 現代劇の主力として10本を監督した。1930年夏、立花が専務取締役を務める帝国キネマに移籍長瀬撮影所の企画部長に就任した。しかし、同年9月に、同撮影所は火災で消失、小築に曲がりした渦政撮影所に移ることとなる。川波は同社で合計5本を監督したところで、 1931年9月、同社の制作代行会社である、新興キネマが設立され、川波は新興に移籍、同社での企画部長は、今大房五郎に代わる。同年末公開の、酒は涙かため息化を、監督、1932年に入って5本を、監督し、7月公開の、万ん矢寺北道中を監督した後、同年に死去した。 33歳坊津。妻、良子は、坂東妻三郎の妻、田村静子の十枚にあたる。ありがとうございます。